今回は複素数の実数倍について学習していきましょう。実数 K と複素数 α イコール A プラス BI について Kα イコール KA プラス KBI となります。 α ノットイコール0の時、次のことが成り立ちます。3点 O、α、β が一直線上にあるならば、β イコール kα となる実数 k があります。これは逆も成り立ちます。これを用いて例題を解いていきましょう。例題、α イコール x プラス i、ベータイコール2プラス 4i とする。2点 A カッコアルファコンマ B カッコベータと原点 O が一直線上にあるとき、実数 x の値を求めよ。丸1、ベータイコール kα となる実数 k があることを確認します。丸2、アルファ、ベータをベータイコール kα の式に代入します。例題では2プラス 4i イコール k カッコ x プラス iから2プラス 4i イコール kx プラス ki となります。丸3、実部と虚部の係数同士を比較し方程式を解き答えを求めます。係数同士を比較すると、実部は2イコール kx、 虚部は4イコールk となります。 k イコール4であることから x イコール2分の1となり、求める実数 x の値は x イコール2分の1となります。それでは練習問題を解いてみましょう。一時停止ボタンを押して解き終わったら再生ボタンを押して答え合わせをしましょう。それでは答え合わせです。はじめに β イコール kα となる実数 k があることを確認します。次に α、β を β イコール kα の式に代入します。問題では 9-3i イコールk カッコ1プラス xi から 9-3i イコール k プラス kxi となります。最後に実部と虚部の係数同士を比較し方程式を解き答えを求めます。係数同士を比較すると、実部は9イコール k、 虚部はマイナス3イコール kx となります。 k イコール9であることから x イコールマイナス3分の1となり、求める実数 x の値は x イコールマイナス3分の1となります。正解することができましたか？最後に今回の学習のおさらいです。実数 k と複素数 α イコール a プラス bi について kα イコール ka プラス kbi となります。 α ノットイコール0の時、次のことが成り立ちます。3点 O、α、β が一直線上にあるならば、 β イコール kα となる実数 k があります。
これは逆も成り立ちます。これで今回の学習を終わります。